どうも、ねずっちです。今、ツイッターで、なんか注目されてるらしいんですけどね、会社を早退するための言い訳選手権っていうのがね、ちょっと話題になってると言うんですよ。で、どんなね、言い訳があるかというとですね、僕が既得ですとかね、プレミアムつらいデーなんで帰りますとかですね、明日遅刻しないように早く帰りますとかね、そういった言い訳があると言うんですけど、まあ僕だったらなんて言うかなと思ってね、ちょっと王子に出張に行ってきます。あ、これは帰宅ってことなんですけどね。それとかね、あと、俳優の瑛太さんの様子を見てきますつってね。あ、これは帰らないと困るっていうね、そういうことなんですけどね。あとですね、ベストを尽くします。これは直帰するってことなんですけどね。いかがですかね。こんな言い訳して、言い訳、ねずっちです。今のは忘れてください。